帰ってくるな。韓国野球界のレジェンドが怒り心頭。中国に負けたら、韓国に帰ってくるな。そう怒り心頭に発するのは韓国プロ野球界のレジェンドだ。3月10日の日本代表戦に臨んだ韓国代表が 4-13 の大敗を喫した後、ヤン・ジュンヒョク氏が自身の YouTube チャンネルで更新への不満をぶちまけている。韓国プロ野球の KBO リーグで通算351本塁打、1278四球、歴代1位、など数々の大記録を残した往年の名手は、10日の日本戦について、韓国代表チームにおける史上ワーストゲーム、と酷評。その上で、12日の中国戦、13日のチェコ戦を控える後輩たちに強い言葉を浴びせた。冒頭の続きはこうだ。韓国代表からされ。そして日本の社会人野球でプレーしろ、レジェンドからの痛烈なメッセージを8分材料にできるか。9日のオーストラリア戦に続く2連敗、何より宿敵、日本に完敗したことで気落ちしている韓国代表の面々に必要なのは、知ったよりエールのような気もするが。張本か。勝田、かーつ。日本の社会人野球はゴミ箱じゃないぞ。社会人野球、お断りします。安いレジェンドだな、わら。大谷からきっと打ったやつだけ認めてやろう。ヌートバーの態度がどうとか帰ってくるなとか韓国って。野球人は野蛮な人しかいないのね。